皆さんこんにちは。僕はですね、今大阪伊丹空港に来ております。本日ね、久しぶりにリムジンバスじゃなくて、ね、モノレール使ってやってきました。ちょっと梅田で用事があったんでね、そのまま阪急使ってきたんですけども、今回なんですけども伊丹空港に来てるということで、また飛行機乗っていきます。で、先週ね、北海道行ったので、今週は北ではなくて南の方に行こうということで、今回九州に行きます。で、教育行き先はですね、宮崎県ですね。宮崎のアパリにまだ泊まってなくて、スタンプゲットできてないので、まあ、爆発ということでね、今から宮崎に行きたいと思います。で、明日はね、別府温泉に泊まる予定でございます。はい、ということで今から宮崎まで行くんですけども、伊丹空港から宮崎空港までのフライトっていうのは割と1日複数出ていまして、機材はですね、だいたいボーイング737もしくはボンバルディア、ボンキュー、ボンチャーですね、プロペラ機が使われております。で、本日はですね、プロペラ機使っていくということで、普通席しかないね、機材で行くということになります。だいたいね、伊丹から宮崎まで1時間10分ぐらいのフライトスケジュールなんで、飛んでる時間は多分4、50分とか1時間とか、多分それぐらいなんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで伊丹空港の南ウィングですね、 ANA 側の方に行って、まあ、チップインもろともね、済ませていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。南ターミナル1階にやってきております。まあ、この時間帯ですからね、人も全然いないですね。超ガラガラって感じでございます。で、まあ、ここにフライトスケジュールが出ているわけなんですけども、うわ、欠航線、怒涛の欠航ラッシュですね。これは今回乗るのね、16時45分発だったかな、 NH509 便の宮崎行きですね。普通席三角となっております。マジか。じゃあ隣もしかしたら人来るかもしれないですね。はい、プロペラ機材で運航と出ております。梅田でですね、友達とね、カレー食べてきたんですけども、またね、蓬莱の豚まん買ってね、制限エリア内入っていきたいと思います。豚まんが食べたい。最近あれですね、毎週ね、伊丹空港来てるんですけども、毎週豚まん買ってますね。はい、ということで、まあ、一般のレーンもね、超ガラガラですけども、保安検査抜けてね、制限エリア内入っていきたいと思います。来週もね、まあ、伊丹空港来るわけなんですけども、来週ね、4連休の初日にね、伊丹利用するんですよね。まあ、僕ね、こっちのプレミアムレーン使えるんで、その時はね、多分混雑すると思うんですよね。今のところ来週のフライトも満席なので、まあ、来週また楽しみですね。まあ、今日は超ガラガラですけどもね。はい、ということで、制限エリア内入っていきたいと思います。はい、それではですね、ラウンジ行きたいと思います。まあ、あんまり時間はね、そこまでめちゃくちゃあるってわけではないんですけども、まあ、豚まん食べる時間ぐらいはね、あります。今日ね、5番なんですよね、搭乗口なので、ちょっと遠いんで、ちょっと早めに出ようと思います。ラウンジ内入ってきました。もっとね、空いてるのかなと思ったんですけども、そんなこともなくね、それなりに人がいらっしゃいましたね。まあ、こんな感じ、伊丹のラウンジ結構広いんでね、まあ、人が結構いても、まあ、問題はないのかなと思います。で、今回ですね、11時から19時の間だったということでね、マンボウ適用中なんですけども、ビールがね、提供されておりました。今回は一番搾りにしております。まあ、僕一番好きなビールね、やっぱり一番搾りになるのかな。まあ、プレモルがあったらね、プレモルも選ぶこと多いんですけども、今回は一番搾りにしております。で、制限エリア前で買った豚まんですね。いや、豚まんとね、ビールの組み合わせは最強です。本当にこれはうまい。はい、それではですね、そろそろ時間なんで、搭乗ゲートの方行きたいと思います。今回5番ということでね、結構遠いところですね。はい、多分5分ぐらい歩くと思います。今回の機材、多分これだと思います。おそらく置き止めなので、あれですね、保安検査というか、あのゲート入って降りて歩いて飛行機に乗るということになります。あそこ止まってる機材ですね。ちょっとね、機材番号までは見えないですけども、奥でプロペラ機が振り回されてますね。なかなか可愛い。はい、ということで、まもなく搭乗開始です。やはり置き止めでしたね。はい、プラチナ会員とかの人はほぼいなかったように思います。ダイヤモンド会員は多分一人もいないんじゃないかな。あ、でもそっか、ステータス持ってる人って大体前の方の席に乗りますもんね。そういった人たちはね、後から搭乗になるんで、後の方になると多いかもしれないですね。伊丹空港でこうやってね、タラップから乗るのって、まあ割と珍しいですからね、あまりしない経験ですね。ボンバルディア JA462A ですね。 ANA ウィングスの運航でございます。座席はこのような感じですね。今回17番の D 席取っております。
それでは座席に着きました。今回 DHC8-9400 ということで、ボン級でございます。まあ、足元なんですけども、そんなに、ね、広くはないですね。うん、先週も、ね、僕はあのプロペラ機乗ったんですよ。函館から千歳まで乗ったんですけども、あれと同じかな？いや、あれよりは、いや、そのことないか、一緒の座席ですね。はい。まあ、でもね、1時間とかのフライトだったら、これぐらい空いとったら余裕ですよ。テーブルもね、もちろんついております。 USB ポートとかね、コンセントとかそういったのは一切ありません。本日はですね、ほぼ満席のフライトとなるんですけども、僕の隣はね、人多分来ないと思います。座席マップ上だとバツってなってるっていうか、まあ、いることになってるんですけども、まあ、おそらくブロックされてるのかなと思いますね。あのさっきチェックインした時にね、係の方に聞くと、今日は隣いないことになってますみたいなふうに言われたんで、多分隣来ないでしょう。ご利用いただき誠にありがとうございます。今日この便は ANA ウィングスの飛行機と乗務員で運行いたします。お食事やお飲み物を召し上がった後は速やかにマスクのご着用にご協力。やはりですね、本日ほぼ満席ということで、空席は6席しかなかったみたいですね。すごい需要ですね。平日の真っ昼までこの需要ですからね。まあ、ボン級はね、80人ぐらいしか乗ることできないんで、まあね、満席って言っても、まあ、知れてるわけではあるんですけどね、まあ、このご時世、飛行機がガラガラな、ね、ことが多かったんですけども、まあ、最近はね、どんどんと人乗ってきてますね。で、小型機、プロペラ機なんでね、小回りが超いいということで、わざわざね、トーイングカーに押してもらう必要というのはないんですよね。自分でその場でくるっとね、回転して、滑走路に向かっていきます。結構可愛いですよね。向かい側にもボン級止まってます。ボン級伊丹空港でいっぱい見ることができますからね。で、今回ね、プロペラ機ということで、そんなにね、滑走距離も必要じゃないということで、すぐにね、滑走路に入って離陸することができます。ジェット機とかになってくるとね、もっとね、遠いところまで走っていくんですけども、今回はすぐに離陸することができます。プロペラ機はね、やはり音がすごいですね。伊丹空港離陸して、九州宮崎県宮崎ブーゲンビリア空港に向かいます。からの九州路線というのは、宮崎の他にも長崎、熊本、鹿児島、福岡とあるわけなんですけども、まあ、大体がね、ボーイング737かこのボン級プロペラ機に使われております。福岡空港行きに関してはね、ボーイング787がね、入ったりもしておりますけどもね。やはりプロペラ機ということで、すぐにね、飛び上がりますね。伊丹空港ね、767とか777ですね、 JAL で使われていない777とかあったので、飛び浮かれております。雲が結構厚いということでね、すぐにね、厚い雲の中にね、突っ込んでいきますね。ただいま見えているのは京都方面の景色でございます。離陸すると左に旋回していきます。伊丹空港はね、必ず離陸するとね、左側に旋回していきます。どの行き先に関してもね、関係なく左に旋回します。前にね、大きな山がありますからね。シートベルトサインなかなか消えなかったですね。多分20分ぐらいもね、ついてたと思います。シートベルトサインが消えた後はね、直ちにドリンクサービスが始まりますね。周りの方も結構爆睡してる方多かったんですけど、僕もね、もう眠とうてね、もう知らなかったんでね、ちょっと寝てましたね。ドリンクサービスでは今回アイスコーヒーいただきました。アイスコーヒーがあるの超嬉しいですね。夏限定だと思うんですけどね。他にもリンゴジュースとかね、コンソメスープとかも用意されておりますけどね。ジェット機に比べてやはり音はかなり大きいですね。いや、美しいですね。下は結構あまり天気良くなかったんですけども、空の上はいつだって青空が広がっております。まあ、小さい飛行機もね、まあ、短時間だったら全然余裕ですよ。これでね、3時間4時間ってなるとちょっとしんどいですけども、まあ、特にね、何もすることがなく、ゆったりと寝ているって感じでしたね。機内 Wi-Fi 使うことができるんでね、あっという間にシートベルトサインが点灯いたしました。やはり九州宮崎とかってなってくるとかなり近いですよね。宮崎空港は海が非常に近い空港となっております。なので直前までね、海を見ることができるんですよね。まあ、今回ね、宮崎空港に着陸するのは僕人生初めてだったと思うんです。宮崎空港にはね、何度も行ったことあるんですけども、いつも電車で行ってね、電車で帰るんで、特に飛行機乗るとかってことはなかったんですけども、着陸直前までね、海の上をね、走行飛行してましたね。
がね着地する瞬間を見ることができるのがプロペラ機の面白いところですよね。普通ジェット機に乗ってるとねタイヤが着地するところとかっていうのはね見ることできないですから、こういったのもねなかなかいい経験になります。宮崎ブーゲンビリア空港に到着でございます。宮崎空港でもねお披露目かなと思ったんですけども、そんなことなくねしっかりとボーディングブリッジに取り付けられました。お披露目はお披露目で嬉しいんですけども、やっぱ到着した時はねボーディングブリッジあった方が嬉しいですね。宮崎ブーゲンビリア空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に中の手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。後期するまで時間があったんですけども、ちょうどこれ給油ですよね。給油する瞬間をね見ることができました。係の方がパカッとねプロペラのところ開けてね、そこにクシュッとホースを差し込んでおそらく給油してるんだと思われますけども、こんなんなかなか見ることできないですからね、これ機内から見ることができました。皆さん見てましたね。では後期いたしましたけどもね、緑って感じですね。宮崎空港はねソラシドエアのあれですからね拠点の空港だったはずなんで、あちらにはソラシドエアもね止まってます。はい、ってことで今回ね荷物預けてるんで荷物ねピックアップしに行きます。この空港なんかすごいなんか独特な作りしてますよね。到着口と出発口のね動線が同じなんですよね。で今ねずっと歩いてきたんですけども、日本航空と ANA が同じところから出発するということで、なんか割と珍しいですよね。9番と10番と11番すべてね同じところで待つみたいですね、なんかちょっと、ね、言い方おかしいですけども、なんかすごいなんか珍しい作りをしています。はい、今ねここ出発口のところなんで、今から、ね、飛行機乗る方もいっぱいいるんですけども、今宮崎に到着した人もここを通るということで、なんかすごい独特な感じですね。はい、ということで、僕は到着して乗り継ぎとかも特にないんでね、このまま出口進んでいきます。ではですね荷物受け取って外に出てきました。もう荷物ね受け取り待ち時間とか一切なかったですね。ちょうど受け取りのところに着いたら僕の荷物ね一番先頭で流れてきましたね。いや、やっぱねこういう時とかもね上級会員なんてよかったなというふうに思いますよね。プラチナとか今日ダイヤモンドいなかったみたいですね。はい、ということで、到着したわけなんですけども、宮崎空港はねご存知の通り JR 九州はもうこの駅まで乗り入れております。なのでここから宮崎駅までね JR 九州を使うと10分とかで行くことができるので、そんなにね町からも離れてない空港ということになりますね。はい、ということで、宮崎空港ね僕何回か来たことあるんですけども、ここから飛行機に乗ったり、ね、降りたりしたっていうのは今回初めてなんでね、なかなか面白い感じの空港だなっていうふうに思いました。はい、帰りはね残念ながら宮崎空港から飛行機に乗ることはないんですけども、皆さんもぜひね九州宮崎、結構ね福岡からも離れてますからね、宮崎から福岡の飛行機とかっていうのもねオリエンタル ORC っていうねなんか ANA と同じグループの航空会社がね飛ばしてるんですけども、またいつかね乗ってみたいですね。ちょうど今ここにチャイナエアラインとアシアナ航空のカウンターがありますね。国際線の到着口というかあれかな、手続きするところみたいですね。はい、今もちろんね国際線宮崎空港には来てないんですけども、はい、宮崎ブーゲンビリア空港でございます。はい、ということで今回ねこの辺で終わりたいと思います。今回伊丹空港から宮崎空港までの搭乗レビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。本当ですね、宮崎空港来たら思うんですけども、沖縄の空港かよって思うぐらいね、なんか南国の空港感ありますよね。温度もね結構高いですし、湿度も結構高いので、なんか本当沖縄に来てるような感じがするんですけども、ここは宮崎県でございます。はい、ということで終わります。ありがとうございました。